んと、山田です。本日はですね、ただいま出現しています、キラティナ。こちらのアナザーフォルムをゲットするときに、エクセレント。どういう風に狙えばいいのかっていうもののね、コツを少し動画で紹介していこうと思います。ギラティナエクセレントのコツは、顎です。それじゃあ実際にゲーム画面をご覧ください。他の伝説レイドと同じように、ギラティナもサークル固定を必ずするようにしてください。固定する場所は、はい、ギラティナの顎ですね。ここを基準に、リングを狭めてください。この位置で、しっかりとボールを投げてあげれば、ギラティナにエクセレントが決まります。それでは、この顎より外側にサークル固定をしてしまった場合はどうなるのか。はい。こんな感じで、グレイトになってしまうんですね。ということで、グレイトとエクセレントの境目は、ざっくり言って、顎のラインであるということを皆様意識してボールを投げてみてください。そしてギラティナのサークルが再度出現するタイミングの目安は、はい、この顎を上げてくるタイミングだと思ってください。ということで、このタイミングに合わせてサークルが出現するので、ボールを投げるタイミングを調整してあげてください。ボールを投げるタイミングが早すぎるとサークルが出現する前に当たってしまいます。また遅すぎると2回目の威嚇モーションに被ってしまう可能性がありますので、よりキワキワを攻めるようにしてください。そしてボールを離すエリアなんですが、あくまでこれは iPhone 8を使っている山田のリリースポイントなんですが、だいたいこの辺です。はい、この辺でだいたいボールを離して上げて当てています。ちなみにミュウツーの時よりも距離は近い、しかしリングは小さいというところで、少し距離感がつかみにくいというような、プレイヤーさんが多いみたいですね。はい、ということで、今回ギラティナのエクセレントをどういう風に出しているのかっていうのを、ちょっと僕自身の所感というかね、僕自身がこんなところを意識して投げているというところを、まとめさせていただきました。今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。